に楽しむがいい。はあ。アタゴ、せっかくのパーティーだというのに、こんな隅の席でどうしたのだ？私、どう見える？どうって？わかった。寒いのだな。表情が普段通りでわからなかったぞ。ええ、正解なんだけど、本当に寒いのは心。何か深刻な話か。冷房の効き目を抑えれば済むような話では情けだな。ごめんなさい。さすがに大げさに表現しすぎたわ。実はね、怖い映画を見ちゃったのよ。怖い映画だ？もう悪かったわね。私にも苦手なものの一つや二つくらい。それにしても意外だ。何しろ以前テレビでほらホラー番組とか、それをいたって真顔で見ていた気がするが、あの時はね、固まってたのよ。高尾ちゃん、いやすまね。もう昨日間違って見ちゃった映画は、その番組よりもっともっと怖かったのよ。内容、それはどうだ。内容について拙者に話してみては？逆に荷が下りて気持ちが楽になるかもしれぬぞ。そうね、そうかもしれない。それじゃあ、あれは3週間前のある日の出来事だった。待て、どうしたの？3週間前というのは映画の物語の前置きか？そうよ。語り口調が迫真すぎるな。本当にアタゴの身に何か降りかかったみたいではないか。そうね、あれ、なんだか拙者も怖くなってきたな。その日、とある有名ブロガーのコメント欄にね、呪いのコメントがついてしまったのよ。そんなのはスパムコメントというやつだろ。大げさすぎるな。そう、そのブロガー自身も最初はそう思った。何度削除しても秒単位でコメントが復活するのよ。嵐に張り付かれているとか、非常に迷惑な話だな。言ったでしょ、呪いのコメント。ああ、その本文はね、
これよ。何も携帯に書いて見せなくても。今夜12時までにこのコメントを拡散しろ。このコメントが並ぶのよ、数百件くらい。これは確かに、こうなっては諦めてブログは閉鎖するしかないか。結局のところコメント欄を閉じさえすれば。それじゃあコメントで要求のあった拡散はどうするの？いや、そんな妄言に付き合う必要は。実は九段のブロガーの人ね、3日後に失踪したのよ。その後も次々と世間の有名ブロガーやアーティストが事件や事故に巻き込まれてね。いやいや、そうは言ってもフィクションだろ。さすがホラー映画だ。オーバーな演出をしていると見える。拙者の携帯に通知が。おい、アタゴ、悪ふざけが過ぎるぞ。何のこと？今夜12時までにこのコメントを拡散しろ。さもなくば、なんで拙者のアカウントにまでこんなコメントを。私何も書き込んでないわよ。今夜12時までにこのコメントを拡散しろ、さもなくば。どんどん増えてくる。うわあ。タカオちゃん逃げちゃった。ドッキリ大成功でございますね。私たちのアカウントから書き込みまくったよ。ご協力ありがとう。おかげで可愛いタカオちゃんが見れたわ。でもちょっと怖がらせすぎちゃったかな。効果は抜群にございました。幽霊とか目に見えないものより、最近は SNS の方が炎上とかで恐ろしいよね。そうよね。タカオちゃんたらこの前、拙者には怖いものなどないとか言い出しちゃって。二人ともいたずらに付き合ってくれてありがとう。タカオちゃんのフォローは私がするわ。ちょっといたしましてなの。そして早くご褒美のおごりが欲しいの。わらわは熱々のおでんを所望します。待ってね、今注文するからね。あ、着信が入ってるみたいなの。いいのよ、後で見るから。さてと、すみません、注文よろしいですか？